はいどうも、はるきです。今回は はい、ランダムブースターボリューム7を20箱買ってきました。今まで16箱だったんですけど、今回は初の20箱買いというわけでですね、朝一でお店に在庫確認していっぱいあるということで、で個数制限もないということで行ったら、ものすごい大量にあったんで、これぐらい買ってもいいかなという自己判断なんですけど買ってきました。他の方がね、買えるぐらい十分残しておきましたので、そこら辺はご安心ください。というわけで今回のラインナップはこんな感じとなっております。レアはこのマキシマムガリューダ 8FFL で、めっちゃ言いづらいなこれ。その他はこんな感じ、まあ、ここは初期3期で、バクテンやアヌビスとかヨルムンガンド、個人的にヨルムンガンドめっちゃ楽しみ。とりあえずまあガルーダ当てられるように頑張ります。開けていきます、開けていきます。さあ20個もあるからね、すごい量だね。見えちゃってたよ、見えちゃってた。ブレイズラグナルク見えちゃうのはよろしくないね。ブレイズラグナルクはダメージダンボールが2枚、いや違う、5枚だった。あれ、あ、そういうことか。これがカラカラなるから。そうだよね、ゴッドアビリティついてるから全部こう包まないと音で分かっちゃうもんね。そういうことか。うわ、これ開けづれー。はい、一つ目はブレイズ、かっこよ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、このクリアブラックの。マジやべえ、これはテンション上がる。無塗装のナイン、これはね、まあ、自分で塗装した時に見てるんであんまり感動はないかな。一つ目はブレイズラグナルク9ライナー、かっこいいねこれ。二つ目、早い段階でマキシマムガルーダが出てほしい。さあ見えないようにして、フレームがない時点でもう外れなんだよな。さあ、あ、使うね、クライスサタンだ。このクライスサタンもカラーいいよね。あ、このなんていうのか、赤紫な感じ。クライスサタンエールスパイラル、あースパイラルはいらねえな、でもかっこいい。ローラーがこの色ってのがいいね。さあ3つ目、まだ見えてないよねこれ。さあフレームが入ってる、これは熱いんじゃないかい。ダメージダンボールは2枚。さあ来い、ドラシエル、なんだこの八文化すげえな。クリアになると一気に、いや、もともとチャッチーのに、さらにクリアになるとよりチャッチくなるな。あ、これはフローか。これは新パーツのフローフレームがついてます。ブラックの。あ、かっこいいね。ディスクは4。めっちゃ開きづれ。これは、あー、いいね。サイクルのグリーン。いいね。これは俺気に入ると思うわ。サイクル好きだし。4つ目はドラシエルシールド4フローサイクル。言いづれ。さあ4個目。まだ4個目か。もうこれ見えんのマジでやめてほしい。しかもかぶったし、あ、しかもこれスパイラルじゃん、いらねえ。スパイラルはね、腐るほど持ってるから本当に。まあサタンがかっこいいからまだいいんだけどね。さっき4個目って言ったけど、これ3個目で、これが4個目ですね。かぶりました。5個目、見たくない、俺はもう見たくない。これはどっち、こっちかい。あ、 B コードがあるからこっち。さあ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 、めっちゃなんか集合してるけど、これ多分ぐるぐる巻きだからブルーゲルじゃないんだろうな。なんでこんなことになった。ダミーダンボールは2枚。さあさあ来い。お、アシッドアヌビス、かっこいい。このカラー独特しい感じの、あ、これいいな。ディスクは8、フレームはなんだっけ、これボルテックスか。このボルテックスいいね、このカラー最高。年を増すごとにランブーが開きにくくなった気がする。あ、ドライバーもループ、このなんかプレスみたいな感じのループいいね。5個目はアシッドアヌビス8ボルテックスループ、これは結構いい新規パーツ、ゴッドレイヤーシリーズのパーツが入ってていいですね。はい、6個目、そろそろマキシマムガルーダ来てくれてもいい頃合いだと思うよ。さっとよいしょ。フレームがあれば熱い、フレームがあってドライバーが巻かれてなければ熱い。あー、巻かれてるね。これはまあでも最終的にコンプリートを狙うわけだから、まあ、先に他の外れ枠が全部来てくれてもいいよ。ダミーダンボールは2枚。さあ、かぶらなければ本当に嬉しいね。来い、
かぶった。完全に今フラグ立ったな。最悪だ。あーまあ8か。8バーバじゃねえや。まあループだからまだよしかな。スパイラルよりはマシ。今回出だし最悪なんだけど、やばくない？さあ7個目、マキシマムガルーダ。いや出ないとか言ったらまたフラグになるから。見えてないよね今。俺見えてないよ。怖え、めちゃくちゃ怖え。お、激アツ来た。ちょっと激アツな時にランブーのさ空箱が倒れてくんだよ。これは熱いでしょ。ドライバーも巻かれていないし、なおかつフレームもついてる。これは熱い。ダミーダンボールは4枚。さあ来てくれガルーダ。お前誰だよ。うわそうか、完全に忘れてたこいつの存在を。うわーマジ？もう来たと確信してしまったんだけども。え、スパイラル、またスパイラル。今回スパイラル2つ入ってんの？地獄じゃん。7個目はドランザースパイラル、6クロススパイラル。スパイラルばっかだな本当に。さあ8個目、やばいんじゃないの。よいしょ、頼んます。フレーム入ってるね。これも熱いよ。これダミーダンボールが4枚だったらマジ10個。4枚くせー、ダミーダンボール4枚くせーで開けすれー。おっ、ダミーダ4枚だ。これ絶対ドランザーなパターンでしょどうせ。おおお、サタンかい。期待した俺がバカだった。やべえ。あれスパイラルか、マジか。うーわ、スパイラルだらけだな本当に。マジか、サタン3つ目、多すぎ。せめてマキシマムガルーダじゃなくてもいいからさ、他の新しいのちょうだいよ。やばくない？全然出てないよ。そんなことある？やべえって、確実にやべえ。うわほら、もううわ、そもそもフレームが入ってね。マジっすか。ダミーダンボールは3枚。これ過去最悪の運な気がする。これゴッドバルキリーっぽいな。あ、ゴッドバルキリーですね。これはね個人的に好きで、カラーリング的にもいいんじゃないでしょうか。青い袋めちゃめちゃ開けづらいじゃんこれ。これめっちゃ開けづらい。取り付くんじゃねえ。これはなんだろう。ドライバーとあれは、ドライバーはフリューゲルいらな。で、うーわマジ、俺ジェリオルブンガンド欲しいんだけど。あでもなんだかんだあとジェリオルブンガンドとマキシマムガルーダですね。いやにしてもだよ、今もうこれで半分だからね。10個折り返してんだから。ザッと垂れてきたよ。さあこれで9000円分のランブーがなくなっていきましたね。うーわ、巻いてあるからこれは違う、ガルードではない。せめてヨルムンガンド、せめてヨルムンガンド来てくれ。来い。うーわマジ、ドラシエルはランブー5でめっちゃ当たったんですよ僕。5個ぐらい持ってるんですよ。ついっすわ。まあフローだけどさ、待って、本当に最悪の引きじゃない今のところ。やばいよ。まあサイクルだから許さなくもないな。だってジェリオルムンガンドにもう1個のフローがついてるわけでしょ。地獄じゃん。まあもう最悪を引いてるようなもんじゃないか。これひどいな。11個目、よいしょ。そろそろもういいよ、もう当たってくれてもいいんだよ。うわマジじゃん、やってんなこれ。これマジでやられたかも。ダミーダンボールは5枚。ブレイズラグナルクの予感ですね。ブレイズラグナルク、まあでもまだ1個目だったからまだいいけど、よくはない。まあライナーだし、まあでもいや被るのはいいんですよ。マキシマムガルーダを出してから被ってくださいよ。俺は黄色いランブーに運がない可能性があるな。ランブー1といい、まあ4といい、7といい。マジかよ、やってらんねー。12個目、怖い。ガルーダ当たんないのは本当にない。マジでそろそろもう飽きた。おっ、熱い。これは激アツの熱。よいしょ、さあ来いよ。マジでおお、来たんじゃない。来たついに来た、やっと来た。12個目にしてマキシマムガルーダやったぜ。ほわーほわー。
やったー、あれシール貼ってないと微妙。でもでかくない？やったー、とりあえず一安心。嬉しい。フリューゲルはいらないけどね。フレームどこ行った？フレームなくしたんだけど。箱にくっついてた、よかった。これでフレームなかったらマジ運悪すぎでしょ。うわこれ綺麗。やっぱフロー、いや最高。これロックないんですよね、アメリカのやつみたいな。スッカスカだ、すげえ。とりあえずマキシマムガルーダ一つ目無事確保しました。よし、よし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 。じゃあとりあえず2つ目以降を狙ってね、あとコンプリート。まあジェルヨルムンガンドだけなんで、あと8個あればねさすがにコンプできるでしょう。まあ、個人的にはあとマキシマムカルーダ2つ目を手に入れて、ジェルヨルムンガンド手に入れれば満足かなといったところですね。さっきダミーダンボール何枚つったっけな。さあダミーダンボール2枚。これはサタンな気がするな。違うかな。おお来た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 、ジェルヨルムンガンド来たー。かオレンジ色のヨルムンガンド、かっけえ。もはや毒蛇かどうかは怪しいけどね、かっこよければ何でもよしね。おお、あこのグレイウ超かっこいいじゃん。ドライバーはお、ナッシング。これ当たりじゃない？うん待って、今回フレーム1個2個にしかついてないんだ。あそうなんだ、勘違いです。ってことは当たりめっちゃ少ないな。はい、13個目はジェルヨルムンガンド6グレイブナッシング。これで無事ランダムブースターボリューム7はコンプリートいたしました。ありがとうございます、イエーイ。一旦並べ替えましょうか。こんな感じかな。よし、残りの7個気楽に開けられる。まあジェルヨルムンガンド来たんで、とりあえずあとはマキシマムガルーダオンリー狙いでいきます。ガルーダね結構好きなんで何個でも欲しい。3、4個は確保しておきたいけど、まあそんなうまくいかないかな。ダミーダンボールは2枚。おあドラシエル、ドラシエルいらねえなマジで。ドラシエルこれって何個目だよってぐらい持ってる。8、9個目ぐらいドラシエルだけど。まあフローか、フローならフローとサイクルならって感じ。微妙に視点を変えてやっていきましょう。15個目、だいぶ開けてきたね。前回はこれでもうラストだったね。こっからまだ5個あるから、今回はボリュームアップですよ。さあこれはマキシマムガルーダの可能性はありますよ。ディスクからいこう。8 8ってことはこれは熱いんじゃない、熱いんじゃないかい。フリュー、うん、じゃあフロー来た。これはこれは来てる。ダミーダンボールねないみたい。フリューゲルってことは来た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 。マキシマムガルーダー2つ目ゲット、ありがとうございます。普通に嬉しい。でもこれ俺の自作したケースに入んないんじゃね、でかすぎてレイヤーが。はい、ありがとうございます。さあ16個目、もうあと全部マキシマムガルーダでいいや俺。まああとは1個しか出てない夜、まあまあまあ1個しか出てない夜ムーンランドとドランザーとって言おうと思ってたから、まあ別に、まあ、こんな感じで変に、まあ、ガルーダかなって期待しなくて済んだから、結果はオーライだと思ってますけど、何か文句でもありますか。そっかこいつスパイラルか、いらねー俺スパイラルそんな好きじゃないんだよね。扱いバカみたいに難しいスパイラル。ロックめっちゃ固くなってない。まあいいや。さあ18個目。カモンガルーダー、これはドライバーがぐるぐる巻きだから開いちゃった。うわドラシエルじゃん、最悪。何個来た気が済むんだよ。4個目だよ。もういらねえ、本当にいらない。何これ、いじめ。ドラシエル4つ目、多すぎ。さあ残り3つでマキシマムガルーダとジェルヨルムンガンドと、ゴッドバルキリーは出てくれるのでしょうか。おフレームが入ってない。ことはゴッドバルキリーの可能性がワンチャンある。さあゴッドバルキリーカモン。お前かーい。クライスサタンももう4つ目なんですけども、こんなにいらないんですけども。でこれもまたあれだっけ、スパイラルではね、どうせやばくね、スパイラルの量こんないらんやろ。さあ19個目、あこれめっちゃなんか重い。これガルダの可能性ビルゾン。さっとお、ワンチャンあるぞ。これはダミーダンボールが入っていなければ。出ちまったけ、出ちまったけ、出ちまったけど、ガルーダ来ちまったぜお前ら。
最高。うらー、へー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 。なんだ今のこの歌、ウーバーだっけな。嬉しっす、嬉しっす、これは嬉しい。マキシマムガルーダ3つはマジで嬉しい。これあんまりあからさまには分からないけど、たまに重いなっていうのはマキシマムガルーダの可能性ありますね。レイヤーがでかいんでね。ガルーダ3、ガルーダ3兄弟だとすごい迫力すごいな。さあラスト20個目。この長い動画をね最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらねここまで見てくれてる方はグッドボタンよろしくお願いします。さあ最後、うん、見えちゃった、冷めるわ、見えちゃっただし、サタンだし、貯めるわ。サタン5個もいらねえんだな。そういうのはさ、コアラさんに言ってほしいよね。まあいいけどさ、別に。サタン5個目、サタンが一番多いです。そんなことある開けたら飛び跳ねてこん中入ったんだけど。さあ。エール、最後はクライスサタンでございました。はい、というわけでね今回の乱舞こんな感じになりました。とりあえず全種類コンプのマキシマムガルーダが3体、アシッドアヌビスが2体のトラシエルが4体、ジェールが1体、ドランザーが2体、サタンが5体、ラグナルクが2体、バルキリーが1体といった感じでね、まあ、結構ハズレの方が被ってしまったかなと。個人的にはもうちょいこの緑のゴッドバルキリーとジェールヨルムンガンド欲しかったかなと思います。まあでもねマキシマムガルーダが3つも出てくれたんで十分な結果かなと思います。まあ追加購入するかどうかは分からないんですけど、またお寿司さんとね1個ずつ買って勝負するっていうのとかやると思うのでよろしくお願いします。というわけで今回はそんな感じでした。マキシマムガルーダのレビューもまた別で出しますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。